こちらは地獄の底の地の池で他の罪人と一緒に浮いたり沈んだりしていた神型でございます。何しろどちらを見ても真っ暗でたまにその暗闇からぼんやり浮き上がっているものがあると思いますとそれは恐ろしい針の山の針が光るのでございますからその心細さと言ったらございません。その上あたりは墓の中のようにしんと沈まり返って たまに聞こえるものといっては、ただ罪人がつくかすかな短足ばかりでございます。これは、ここへ落ちてくるほどの人間は、もう様々な地獄のせめくに疲れ果てて、鳴き声を出す力さえなくなっているのでございましょう。ですからさすが大泥棒のカンダタも、やはり血の池の血にむせびながら、まるで死にかかったカエルのように、ただもがいてばかりおりました。ところが、ある時のことでございます。 何気なく神田タが頭を上げて、血の池の空を眺めますと、そのひっそりとした闇の中を、遠い遠い天井から、銀色の雲の糸が、まるで一目にかかるのを恐れるように、一筋細く光りながら、スルスルと、自分の上へ垂れて参るのではございませんか。神田タはこれを見ると、思わず手を打って喜びました。この糸にすがりついて、どこまでも登っていけば、きっと、 地獄から抜け出せるのに相違ございません。いや、うまくいくと、極楽へ入ることさえもできましょう。そうすれば、もう針の山へ追い上げられることもなくなれば、血の池に沈められることもあるはずはございません。こう思いましたから、神ダタは、早速その雲の糸を、両手でしっかりとつかみながら、一生懸命に上へ上へと、たぐり登り始めました。 元より大泥棒のことでございますから、こういうことには昔から慣れきっているのでございます。しかし、地獄と極楽との間は何万里となくございますから、いくら焦ってみたところで、容易に上へは出られません。やや、しばらく登るうちに、とうとう噛んたもくたびれて、もう、ひとたぐりも、上の方へは登れなくなってしまいました。そこで仕方がございませんから、 まず一休み休むつもりで、糸の中途にぶら下がりながら、はるかに目の下を見下しました。すると、一生懸命に登った甲斐があって、さっきまで自分がいた地の池は、今ではもう闇の底にいつの間に隠れております。それから、あのぼんやり光っている恐ろしい梁の山も、足の下になってしまいました。この文で登っていけば、地獄から抜け出すのも、存外わけがないかもしれません。 カンダタは両手を雲の糸に絡みながら、ここへ来てから何年にも出したことのない声で、閉めた。閉めた、と笑いました。ところが、ふと気がつきますと、雲の糸の下の方には、数限りもない罪人たちが、自分の登った跡をつけて、まるでありの行列のように、やはり、上へ上へ、一心によじ登ってくるではございませんか。カンダタはこれを見ると、驚いたのと恐ろしいのとで、 しばらくはただ、馬鹿のように大きな口を開いたまま、目、ばかり動かしておりました。自分一人でさえ切れそうな、この細い蜘蛛の糸が、どうしてあれだけの人数の重みに耐えることができましょう。もし、万一、途中で切れたといたしましたら、せっかくここへまで登ってきた、この肝心な自分までも、元の地獄へ、逆落としに落ちてしまわなければなりません。そんなことがあったら、 大変でございます。が、そういう中にも、罪人たちは何百となく、何千となく、真っ暗な血の池の底から、うよよと這い上がって、細く光っている雲の糸を、一列になりながら、せっせと登って参ります。今のうちにどうかしなければ、糸は真ん中から二つに切れて、落ちてしまうのに違いありません。そこで、ン田タは大きな声を出して、こら、罪人ども、 この雲の糸は俺のものだぞ。お前たちは一体誰に聞いて、登ってきた。降りろ。降りろ、とわめきました。その途端でございます。今まで、何ともなかった雲の糸が、急にカンダタのぶら下がっているところから、ぷつりと音を立てて切れてしまいました。ですから、カンダタもたまりません。あっというままもなく風を切って、駒のようにくるくる回りながら、 みるみるうちに闇の底へ、真っ逆さまに落ちてしまいました。後には、ただ極楽の雲の糸が、キラキラと細く光りながら、月も星もない空の中途に、短く垂れているばかりでございます。